ララプリーツネイル、カラージェルを塗ります。硬化せずにホワイトでラインを入れます。ざっくりで大丈夫です。クリアジェルを塗って、オーロラのフィルムを置いていきます。こちらのフィルムはダイソーのラッピングコーナーにありますよ。サイズに合わせてカットします。クリアジェルを硬化せずにフィルムを置いていきます。並べたら硬化します。マットコートを塗って硬化します。フィルムが出ているところがあればファイルで整えます。アイシングジェルでプリーツを描いていきます。硬化せずにストーンも置いていきます。並べたら硬化します。ノンワイプトップコートでコーティングして硬化します。ご視聴ありがとうございました。フォロー、いいね、よろしくお願いいたします。